実践に向け二酸化炭素の排出を抑制するカーボンニュートラルを学ぶ講座がいわき市で始まりました。いわき市カーボンニュートラル社会連携共同講座は東洋システムが中心となって去年立ち上げたもので、今年は支援が広がり15の企業や団体が協賛しています。今月6日は愛知工業大学の近藤元博教授が地球温暖化が加速している状況を解説しました。今年は猛暑や豪雨災害などがあっただけに、受講した福島工業高等専門学校の学生や企業の総務担当者などおよそ100人は温暖化が進む環境への影響を身近に感じていたようでした。講義は来年2月まで15回開かれます。